さあ、どうもこんにちは。モータージャーナリストのゴミサ坂です。今日のイーカライフ動画はこちら2台になりますよ。これからどんどん、まあどんどんというか定期的に進めていきたいと思います。イーカラー比較になります。まあ今回は日産からアリア持ってきました。もう完全なる電気自動車ですね。そしてレクサスから NX450H プラスを持ってきております。なのでプラグインハイブリッドでございます。なのでこの2台をどんどん比べていきたいと思います。比較ですのでこれから内外装 とととかをいいいままずはは比べていきたいと思います走りも高速道路とワインンディングさらには市街地ここをそれぞれ乗り比べたフィーリングもどんどんお伝えしていきたいと思いますなんでそもそも電気自動車に今回え通常の車を持ってきてるんだっていうところで言うと別に b z 4 x が間に合ってないとかソルテラが本当は持ってきたかったとかそういうんじゃないですあの要は実際に車を買われる方の中で結構ここ悩む方もいらっしゃると思いますで 今回、まだ、アリアは B6 しかないですけども、この B6 って何かっていうと、小さい方のバッテリーのフロント駆動モデルなんですよ。で、これで4輪駆動モデルになると、B6 リミテッドっていうのになるんですけど、そうすると720万円なんですよ。その720万円って、ほぼ車両価格で一緒って話です。これ719万円とかですもんね。その時に内装とかの質感どうなのとか、走りどうなのとか、基本的な乗り味はとか、静かさはとか、そういったところが比べられればなと思って、今回は 持ってきてきおりますちょっと車一周してみましょうかまずはデザインもやっぱ大事なところですよね NX のデザインはねめっちゃかっこいいですよ もうなんか最近のもうレクサスはほんとデザインかっこいいかっこいい。まじかっこいいと思います。特に外装系はもう今めっちゃオシャレですよね。この結構押し出し感の強いこのフロントフェイス。これバージョン L ですからね。F スポーツではないですからね。F スポーツになるともっとこの辺りのフォグランプ周りとかもっとグワッとしてきます。どういう顔だっけと思った方は僕の NX の動画見てください。もうあれだけでも4本ぐらい作ってますので。その印象からこっちをパ とと見ると結構個性的ではあるんだけどもやっぱ押し出し感っていう意味では NX ですかねでもこちらはやっぱり電気自動車この EV の特性を使ってこのやっぱフロントのグリルの開口部がないのでなのでこういうデザイン自由度が高いですよね。で ほら、よく見ると、エンブレムもこれ光っております。これ可愛いですよね。で、この V 型の V 字シェイプのこの形で、ポジショニングランプが光ったりとか、このあたりも空力処理がきっちりとされており、エアストリーム型になっているとか、まあ、そのあたりはもういつも通りです。で、エアストリームとかはこちらの NX ももちろん取り入れております。だから空力効果とかは別に特別今この車がすげえとかそういうんじゃないですね。もうみんなすげえ空力やっております。 なぜならそれだけ燃費性能、電費性能、さらには風切り音対策、そういったところをやっていかないといけない時代になっちゃったからですね。さあ、その上でちょっとタイヤ見てみましょうか。はい、アレンザ履いております。00番。だからまあ結構静かなタイヤ履いておりますね。しかもランフラットタイヤです。そのあたりが乗り心地の硬さとかどうなんだっていうのはちょっと気になるところですよね。サイズとしては2355020インチになります。 そして、リアも完全一緒ですよ。2355020インチになりますね。で、インシュレーター周りは、あ、結構やってるやってる。はい、防音特性も、うん。こんな感じ。ちょっと今、爪を立てながら叩いてみるとこんな感じ。だ、チッピング音とかこういったところで発生しますから、あの石跳ねの音ですよね。じゃあ、ちょっと、アリアも行ってみましょうか。履いてるタイヤ、ダンロップです。 sp スポーツマックスの050です。で、これスポンジ入ってますね。だから静粛性対策をしたタイヤです。スポンジタイヤになります。ランフラットとかではないですよ。で、23555 19インチですね。だから NX のバージョン L は20インチに対してこちら19インチになります。で、この辺りは、ちょっとほら、音の質が違うでしょ。こっちの方がちょっと低音系で、うん、済ましてるような。 感触ですよねだから結構これでもね音の質ってどういう防音効果してるかとかまあ分かるところですまあ実際はあの静粛性は乗ってどうなんだっていうのがもちろん一番大事ですそしてフロントも完全一緒のサイズですね2355519インチになりますフロントはねほら何もやってないんですよこっちはあまあ似たようなもんですねでも アリアの方がちょっとプラスティッキーな音だな。こっちの方がやってないって言いながらも少しだけやってるような、ちょっとインシュレーターの感じですね。さあ、ちなみにちょっと声聞こえてきましたので、サイドとかも見せてくれって話ですよね。サイド。はい、NX。このね、このなんか後ろのもホってした感じ、これ好き好き。これはね、かっこいいかっこいい。で、こちらも、ほら。まあ、このスタイルも、やっぱ迫力あるな。両方とも、 うん結構この辺りは同等じゃないですか。シャークフィン2本に対して、こっち1本。この辺り違いますね。でも、ウィング形状がこちらノーマルに対して、こちらアリアは、やっぱりこれかっこいいですよ。うん、このウィング形状。 すげえ空力やってるんだなーだから BG4X とかソルテラとか電気自動車系もみんなやってますもんね、これ系。空力求めた時にこの形状っていうのは一つの回答でもあるんでしょうね。今だからフロント周りで言うとエアストリームが当たり前になってきてるじゃないですか。そういう観点でリア周りのこの SUV にとってのちょっとクーペスタイルなこのリアハッチの窓ガラスがすごく傾斜がついてる車にとってのリアウィングというか空力処理はこれが結構定番というか効率がいいというところでなんとなく答えが ててきてる要素ではありますよねで完全後ろからのスタイルで言うと「いやかっこいいかっこいい」こいい「この横一文字型かっこいいですよ」「この横一文字型でここがちょっと支えるかのような感じのこのスタイル」「うんいいですね」そして「アリアこんな形」「うんこれはこれで両方とも横一文字ですよね」「もう今すげえ流行りなんだな」 しかしアリアなんかカビゴンスタイルだから僕個人的にはめっちゃ好きでございますあとちなみにの話でこれドア開けるときにこれ通常のドアノブじゃないですか普通にメカニカルで引っ張ってこれ開けるタイプじゃないですかドア開け閉めこんな形これでもちょっと剛性感とか少し分かりますかねうん結構ドシッとしているでこれは電動ラッチですこの裏側にあるちょっとゴム材のものをちょっとくって引っ張るとこれで開きます こっっちちの方がドアパネルちょっと振動しますあドアパネル周りちょっと振動しますこっちの方が、うん。両方ともガチッとしてるんですけどアリアの方が。 あのこの辺りのドアパネルとか内蔵物が振動してないです、音対策でいうと、おそらくいろんな環境で走るとアリアの方が収まると思います、まあ、こういったところでも結構分かったりしますね、でそもそものボディサイズですけれども、まあ、ほぼ同等と思ってもらってもいいかと思います、NX 全長4660です、こちらの方が全長はですねあの長いですで、それに対してアリアは4595ですね、なので 65mm の差でアリアの方がちょっと全長は短いっていう。 まあ、ほぼ変わらないって思ってもらっていいと思います。で、幅もまあ、ほぼ同等っていう言い方できますかね？アリアでこれで1850です。nx1865。 ま、あ50っていうと立体駐車場まだ入りそうかもしれないですけど、でもそもそもね、もう高さがアウトですから、両方とも。アリアで1655です。NX は1660。だから5ミリアリアの方が高さはある。長さでは NX が65ミリ。幅では NX が15ミリ。高さでは NX が5ミリ。 長いし大きいし幅広いって。だから全体的にちょっとだけ一回り大きいっていうのが NX ですね。しかしながら注目はホイールベースですよ。やっぱね、乗り味のベースを、車格を決めるのは僕ホイールベースだって何回も言ってますけど、このあたりがね、こちらはだからガソリン車も積めるプラットフォームじゃないですか。電気専用プラットフォームじゃないですか。一番やっぱホイールベースに出ますよ。2690です、ホイールベース。 でこの2690はガソリン車の中でもそんなに長い方じゃないです、まあ、レクサスさんのある意味、今後のプラットフォーム周りとかの課題とかは、このホイールベースでいかにロング系のホイールベースを使っている車たちにいかに勝っていくかみたいな、そんなところにはなるとは思うんですけれども、でそれに対して、これ、2775です、ホイールベースが。だからもう見るからにちょっと長いでしょ、これでいうと、ホイールベースで85ミリ違うんですよ、85ですよ。 85mm ホイールベースが違うということは室内の広さであるとか乗り味の上での車のこの傾き方とかそういったところが違うのはもうなんとなく想像がつくと思います。ちなみに車両重量的には NX こちらプラグインハイブリッドモデルで2030ですね。2030キロで、 アリアはリアモーターないモデルではありますけど、フロントモーター駆動のみのモデルでこちらで1920キロ1920です。その差110キロ。 ありますでこの110キロももちろん走りに影響するのは当然の話だと思うんですけれどもそういった中でその110キロをもたらす大きいものはって言われた時に電気自動車の場合にはバッテリーじゃないですかそのバッテリーがやっぱこの底辺に積まれてるっていう低重心効果っていうのはやっぱ一つ魅力になるかとは思いますそのあたりは市場の時にまあ、違いがあるのかどうか比較していきたいと思いますでそれに対して PHV はもちろんバッテリーは低くは積んであるんですけどやっぱエンジン自身は受信効は高いのでまあそういったところが どううなのかっていうあたりですよねだ,からただ単に1 1 0キロ重たいだけではなくてその重心高で言ってもその1 1 0キロプラスアルファで重心高も上がっちゃうのでだから結構走りうーんどうなんだろうってそこ本当興味あります実際こういうふうに直接比較をした時にどうなのか。 あの、しかも、NX 僕は縦品でしか乗ってないんですよ。アリアは横浜方面っていうのかな。ど、どちらにせよ、普段走れ慣れた道、走ってない2台なので、なのでそこでも比較したかったっていうのが本音ではあります。ちなみに、パワートレイン比較しときましょうか。アリアは218馬力300ニュートンです。それに対して、 はい。NX はちょっと難しいですけれども、エンジンだけで2.5リッターで185馬力228ニュートンです。で、そこにモーターがあって、フロントモーターで182馬力の270ニュートン、リアモーターは5.4馬力です。だから小さいです。で、121ニュートンっていう形です。なので、完全4輪駆動ですよ。E4 の形をとっております。まあ、なので、ちょっと肉と4駆でも走りの特性とか違うかもしれないですけど、まあ、この可能な範囲内で、早くだからアリアの4駆が出ればいいんですよね。 B6 のリミテッドが今 B6 だけが先行で出てきたっていうのが今中身になりますじゃあちょっと日質も見てみましょうかやっぱねこれかっこいいですよレクサスってあそう考えてみると日産ってちゃんとなってるんですねだから今もう両者ともにリアにはエンブレムを背負ってないってことだもう最近のこれ定番ですよねさあ開けるうん なんか、ごくごく普通な、うん、開く時の音も、速さも、まあいいんじゃないでしょうか。開く速さとかは、まあ一緒な感じですかね。で、開いてる角度とかも、一緒ぐらいな形。ここにそんな差はなさそうだな。で、はい。僕のももの付け根、上ぐらい。はい。このまま、NX、行く。さあほ、ほら、ほぼ、ほぼ一緒ですよ。ほぼ一緒。変わらない NX も、うん、アリアも。 で、その上で形状としては、NX この辺りやっぱ広いですね。うん、横幅とか含めて、ゴルフバッグは絶対積みやすそうだな。で、ここに 100V あります。で、床下はあ、充電器あって。うん、床下はこんな形。ここ 12V バッテリーが入っているはずです、ここに。ほら、12V バッテリーが入っております。さあ、それに対して、アリアはどうなんだっていうと、 あ、でも形状もいいですね。結構広がってる広がってる。ここが蓋がないから、なんか蓋がある NX の方が、なんかすごく広々っていう形に見えてますけど、実寸的な広さはほぼ変わんないか、こちらの方が広いかもしれないですよ。うん。それでいて、床下はあ、床下はこっちじゃないですか。へー。で、これは二段式の床なので、はい。 ああ、床下まで含めたら、こっちの方が広いですね。ちなみに、さらにこれ1枚めくると、この下にだから12ボルトとかがあります。で、パンク修理剤です。BOSE のウーファーのスピーカーもありますね。で、奥に三角板とか。ああ、こっちの方が、積載スペースはちょっと高そうですね。リアシートは後ろから倒せないですね。うん。で、リアシート、倒せない。そのあたり一緒。やっぱ奥行き含めて、これ僕の感覚でしかないな。やっぱ今度、なんか棒が必要だな。 あほら奥行きもだいたい僕の僕の感覚でいうと握り拳縦で1個分ぐらいはちょっと広いです奥行きが違うなるほどじゃあちょっとリアシート倒してみましょううわ広いわやっぱ広いわ広い広い,、うん、広い広い広いシートベルトのアンカーホックもありますねここでシートベルトを固定ですえ広いわ で、じゃあそのまんま、はい、NX。ほら、やっぱ広さが違う。まあホイールベースの違いっていう言い方もできるかもしれないですけれども、うん。ここのね、もう開いてるドアの大きさが違う。この開口部が全然違う。全長はだから NX が大きいはずなのに、このドアの大きさからして、もうアリアが、 ほら、全然勝つなぁ。まあ、開いてる形状が違うな。上まで開いてるんですよ。開口角度が。だから、まあ、そういう形状の違いも使ってあげて、うん、乗り降りはしやすいと思います。で、足元がもう見た目からして、めちゃくちゃ広いです。ちょっと、日数をやろうと思ったら、こっちの方に意識がいっちゃった。広いですよ。ちょっと後で乗ってみますので。うん。じゃあ、ちょっと倒してみましょう。よ さあ、倒した時の見た目で言うと、はい。まあ、あこのあたりは変わんないですよね。このフラット形状。で、こっちから見た時にも、はい、フラット形状。このあたりも変わらないです。で、ちなみに、はい、内装。このあたりアルカンターラなのかなで、本側で。はい、樹脂でデザイン性も高く仕上がっております。スピーカーのところもそうですね。で、それに対して NX は、ああ、こっちの質感はもう完全 NX。 これはね、うん、おしゃれ度合いも含めて、個人的な感想になっちゃいますけど、もう NX ですね。うん、仕上がり。いやー、こ、ここはやっぱすごい、すごい。やっぱレクサスの意地が、うん、見える。さあ、まずは NX の鉱石から行きましょう。今、運転席、あ、蹴られちゃってる、かわいそうに。あ、キャリーバッグだな、これ、乗せ、誰か乗せたんだな。カメラバッグの、うん、車輪が当たっちゃったんだな。かわいそう、かわいそう。はい。で、 足元楽勝です。入ります。シートのこの高さも十分ですね。超快適快適。で、エアコンの吹き出し、シートヒーターで、u s b 1 0 0トあります。いや、なんかこういうあたりの仕上がりも含めて、うん、やっぱ質感高い。レクサス質感高い。真、まあ、正面見た時にはこんな景色です。で、これサンルーフが寂しいですよね。これはちょっと残念なところ。マイナス点かな。もうちょっと広かったら嬉しいですよね。 で、それで言った時に、はい。これ、室内座った感触です。はい。握り拳、縦で1個入りますね。シートバックで、センターのアームレストは、あ、質感高い高い。いいじゃないですか。で、このシートの高さも十分あるし、ここは、はい。小指立てて、ちょっと動くぐらいですね。ここも十分なる。広さありますね。で、開放感もあります。リクライニングはあ、1段あった。1段あって、この感じ。 うん、覚えておこう。ここ、アリアと一緒ってことだな、この一段式のリクライニング。じゃあ、ちょっとアリアの鉱石、乗り換えていきましょう。さあ、電動ラッチ。これ開けるの簡単ですよ、これ。さあ、アリア行きましょう。ドンと。うん、こっちも、あ、これね、あ、ちょっと待って。軽くやろう。これ、傷つきそう。 これ注意した方がいいです。なんか傷つきそう。ちょっとこれ気になる。うん。で、足元は、足元はイコールだな靴の入りやすさだけで言うと NX の方が全然入りやすいですね。少し隙間はたくさんあるような形。でも座面の長さは、アリアの方が長い、ここ。1、2センチ長い感触です。だから座りやすい。ももの裏が全部支えられてる感触があって、座りやすいです。 で、膝元。ほら、やっぱめっちゃ広い。ホイールベースの違いだ。これは。だから、全長は短くても、ホイールベース長いので、まあ、その分で室内の広さはあるかと思います。で、シートヒーターって、USB あって、残念なのは、これ、100V がなくて、100V をつけると、どこにつくのかがちょっとわかんないですね。うん。で、よいしょ。はい。このあたりも、いいですね。 で、ここでリクライニングがありますね。NX と一緒で、これを引いてあげると、一段倒れます。ちょうどね、この倒れる角度も NX と一緒ぐらいですね。倒した時の感じ。ま、あこれも一緒ぐらいですかね。ヘッドクレアランスも一緒ぐらいなんですよ。 でも、何が一番違うかって、もうね、解放感が違う。NX はどっちかというと、スポーツ SUV みたいな形で、なんか包まれ感を大事にしてるような感触あるんですけども、すごくね、この見晴らしがいい。この鉱石座ってる時の見晴らしがとてもいいのが特徴的です。で、さらにもう一つ、これですよ。ドーンこれですよ。もう一段開いてくれ。止まっちゃった途中で。 これがやっぱね気持ちいい。やっぱ空が見えるって僕もう後席乗るなら絶対子供だったらパパこっちがいいって絶対騒ぐなこれ。後ろまでここまでガバッと開くと気持ちいいですよ。うん、遠出するなら絶対こっちだなぁ。後ろ乗るならこっちだなぁ。で、そうするとこの広々とした足元空間とかそういうのを含めてこの開放感で超とても気持ちよい長距離ドライブが楽しめると。 じゃあ最後運転席周りも行きましょう。さあ、じゃあ運転席行きましょう。鉱石周りとこの辺りの仕上がりは一緒ですよね。で、この、ここの乗り降りもね、ちょっとしやすい感触あるんですよね。なんかすごいフラット感があって、ステップの高さで言うとちょうど僕の膝ぐらいか。うん。ちょっとこれ比べてみよう。NX は少しだからこのサイド資料をまたぐような形状にはなりますかね。 うん、このステップの高さはちょっとだけこの、この部分、この部分だけが少し高い感じはしますけれども、やっぱりこういうふうにパッと見た時のこのセンターコンソールのところからこの足が抜けてないところあるじゃないですか。これ今までの作りだったら当然ではありますけれども、これが、ほら、やっぱね、この開放感はすごいですよ。実際見たら多分ね、この映像で見る以上にこの広さは感動すると思います。 で、右足を普通に座って、パって伸ばした先には、うん、アクセルですね。ここなんか残念。なんでもうちょい右に持っていけないのまあでも、室内を少しでも広くするために、もうフロントタイヤそこにあるので、やっぱどうしても押されちゃうんだろうなちょっとブレーキペダルのは残念なところ。だから伸ばすとこんな感じなんですよ。右足の正面はこんな感じ。ちょっとブレーキ一瞬かかりそうではあるんだけども、アクセル系がメインかなと。 うん、でも、ほら、めっちゃ広い広い。ほんと足が。で、この辺りの質感がとても高いです。僕、アリアでちょっと気になってるとすれば、ここ、ここ。他が全部このウッドパネル調のこのかっこいい仕上がりじゃないですか。それに対して、なんかここだけが浮いちゃってるんですよ。だから、ウッド系で、こういうゴールド系で来てるなら、ここもなんかそのゴールドとかの縁取りしてくれてとかだったら、まだね、これ、 ピアノブラック調のこのパネルで仕上がるんですけど、ゴールド加飾とか、これ縁取りすればよかったのに、だからそれだけで多分ね、これ印象全然変わると思います。で全然関係ないな。はい、すいません。はい、非接触型の充電器。はい、鍵。もうこのあたりのモニターはもう十分大きいですし、機能とかも結構ね、どんぐりの背比べって言っちゃあかんなアレクサが入ってるので結構賢いです、今。だからこれで、今、あのー、アレクサで、 家庭のスマートスピーカーのよアレクサと、例えば家がホームが繋がっていたらもう音声だけで家のお風呂を タいてお置いたりとか、電気つけたりとか、エアコンつけたりとか、そういうのももうこのアリアはできます。IoT を使ったコネクテッドっていうのがどん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 この車進んでおります。そういった意味では、ちょっとこちらの方が一歩リードかな、NX よりも。で、運転支援も、えー、こちらの方が NX よりも一歩リードです。もう三眼カメラ、もう高精度の三眼カメラ使っているので、要はハンズオフまでできるので、主要高速道路。そのあたりは高速道路乗ってる時にもちょっといろいろお伝えしたいと思います。だからもう運転支援とか、 この辺りやっぱ強いんだなうんではいここいつも通りここ面白いですよねエアコンユニットをフロントスペースのところに持ってったのでもうここが広く設けられますこれもうちょっと形状工夫してなんか出した状態でも使えるようにしてくれればいいのにそしたらだからここにちょっと返しとかを作ってあげてここになんか物を簡単に置けるようにもしてくれたらうんなんか嬉しいんですけどねでちなみにこれはい前後しますこれも魅力なので 後ろにこれ下げてあげるともう簡単に行き来もできます左右の。だからベンチシートじゃないんだけどもベンチシート並みになんかね、ここあたりがすっごい使いやすい。もう室内のこの開放感は圧倒的っていう言い方になるかと思います。じゃあちょっと NX も見ていきましょう。さあ、最後 NX 運転席。もうこのあたりのやっぱりね、高級感、質感はすごいものがあります。で、 やっぱね、乗る時のこのサイドシをまたいで乗るような感触は、まあ通常の車当たり前なんですけど、なんかアリア乗ってるとこの当たり前がね、ちょっと当たり前じゃないぞみたいなね。うん。で、座った時のペダル配置としては、右足をパッと、これブレーキいいですね。ブレーキのほぼ、ほら、結構半分以上かかるような、半分ぐらいかかるような感触ですね。 これいいですよ、ペダル配置。で、このあたりは、もうさすがさすが。でかいし、エアコンユニットもこの中に操作系で入っており、温度とか、あ、これは違うか、エアコンの吹き出し風量とかはデジタルなのか。でも、まあ、いい形で押したりしたら、押したりしたらこれで、ないか。押したり引いたりして、これで風量調整とかもメカニカルでできたらいいんですけどね。まあ、でも、 かっこいいかっこいいでもちょっとでかい圧迫感が少しあるまあこれをどう捉えるかですねでもこれで言うと実は先ほどこれ比べるとわかるんですけどアリアのセンターモニターの考え方がちょっと違くてアリアのセンターモニター運転してる時にほとんどボイコンでやってしまおうっていう考え方なんですよ なので、モニター実はすっごい遠いんですよ。手伸ばしても簡単に届かないところにあるんですよ。なのであれ開放感がちょっとあるんですね。こちらの NX の場合には、ボイコンで全部追っていうよりも、まだまだ全部触って色々コントロールしてもらおうっていう発想なので、届かないといけないじゃないですか。届くために大きい画面を届くところに置くと、ちょっと圧迫感が出てくるっていう、こういったところは少し感じますね。 うん。だから大きいのはいいし、あの一見すると、うわ、すげえじゃんって思うんだけども、少し圧迫感がある。だからこの圧迫感を含めてちょっとドライバー側を向いてるので、なんか助手席が逆に言うと、ちょっとなんかさっぱりしすぎな感じがするのも、ちょっとこの NX の特徴かもしれないですね。まあでも、 ハンドル周りにこういう運転のこういうモード切り替えがついたりとか、はい。これもいいですよ。非接触型の充電器、携帯を置いてそのまんま奥に収納みたいな。で、ここ収納としても使えたりとか。うん。 質感はいいですよね。ほんと。質感はとてもとてもいいと思います。で、左右、両開きで、右からも左からも開けるっていう。これはもうレクサスが、まあトヨタがっていう言い方なのか。うん、もう得意としてるところですね。両方からどちらでも左右どちらでも開けますよっていうあたりですね。まあしかし、やっぱこれ、ちょっと小さいのが気になりますね。大きいと嬉しいですよね。 では、走っていきましょうか。まあ、これからですね。あの、別動画にはなりますけれども、高速道路と一般道とワインディングをこれから乗り比べていきたいと思います。ちなみに最後もう一個だけ、もう一回。やっぱりね、ああ、やっぱそうだな。やっぱ相当開放感はある。で、先ほど言った通り、ほら、全然手が届かないんですよ。だから届かないところにモニターがあるんですよ。うん。でも、これ、 タッチ式なんですよこういったところにコントローラーもないじゃないですかだからスッキリはしてるんですけれどもだから全部ボイスコントロール関連でもうやってねみたいな。 で、あとこの辺りも温度調整とかもあるんですけど、まあフィードバックもカクカクはカクカクあるんですけど、操作性としてはそこまで高いっていうものではないかなと。まあ何にせよちょっとコンセプトの違いが NX とはあるよっていうのは覚えておいていただければと思います。では走っていきたいと思います。別動画になりますので、ひとまず内外装の比較はこれで終わりたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。試乗編も見てください。 ではでは失礼いたします。いかれフ